私は着物が好きで断捨離に入るきっかけもこの着物好きが高じての、言いにくいですがお部屋にしてしまったという経験があります。私はリサイクルで、ね、仕事をしてたことがあるんだけど、皆さんが着ないんだけど、やっぱ捨てられないって言って、ずっと文字でお手入れされないまま、もう本当にしまい込まれて、そのまんまの着物、何十年、気がつくと何十年で経ってるのね、おばあちゃんとか。やっちゃいました。やっぱりね、カビが出たり、それから、まあ、それは、すぐでしょ、1年2年の話じゃないけどね、やっぱなんか、何十年も見えないカビが出てると、まあ、ダニとかもよるんですよ。そうなのでやっぱり触った時に、そういうちょっとこうザラッと生地のザラ感じゃなくて、なんとなくこうやっぱり違和感を、そうこれ違和感です、違和感を感じたものは、そういったものがついてる可能性もあるので。断捨離トレーナーの辻恵子です。今日は着物の断捨離のサポートにお宅にお邪魔しています。ではご感想を伺ってみたいと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。まず着物の断捨離にサポートを頼んでみようと思って困っていらっしゃったことは何ですか？はい、義理の母と実家の母から受け継いだ着物が大量にありまして、私自身も着物が好きなので、もっとちゃんと習って着ていきたいと思っていますので、このまず大量のものから自分の好みのものを選び、あとはどれとどれを合わせたらいいかっていうアドバイスもいただきたくて今日はお願いしました。はい、ありがとうございます。では一緒にですね、お着物の種類を確認したり、 お母様のお着物とかもあったので、はい、どんなお着物かって種類を確認したり、あとはご本人様のお好みを確認したりということで一日サポートさせていただきました。サポートを受けてみていかがでしたでしょうか？はい、あと一歩背中を押してもらえたら手放せるって思っていた着物が随分あったので、それは手放すことが決められました。本当に助かりました。まだまだいっぱいあるんですけれども、この中からまた自分なりに選んでいく目も今日は教えていただいたことを復習しながらやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、着物たくさんあってお困りの方いらっしゃると思います。ぜひね、一人で悩まずトレーナーの力ぜひ使ってください。ではまた皆さんごきげんよう。書籍、家にいるのが好きになる断捨離すっきり生活を本体無料、送料手数料550円でお送りさせていただきます。この本はAmazonや書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方は下の概要欄からお申し込みください。テレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みくださいね。お待ちしています。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。